どうも皆さん、こんにちは、プリッツです。ということで、今回ですね、マイクラ版の第五人格の作り方を紹介したいなと思います。結構コメント欄で、なんで黒曜石掘ったらゲートが開くんですかとかね、レッドストーンの回路を教えてくださいみたいな感じでね、ちょくちょくコメントもらってたんで、まあ、せっかくなんでね、みんなにも遊んでもらいたいっていうことで、今回はね、紹介していきたいと思います。ということで、頑張ってわかりやすく紹介していくんでね、よかったら見ていってください。はい、ということで、生放送ではちょくちょく見せてたんですけど、マップの下はこんな感じになってます。めちゃくちゃ回路がね、すごいことになってるんですけど、まあ、レッドストーンの回路って結構いろいろあるんで、全然このやり方じゃなくてもできる方法はね、まあ、多分あると思うんですけど、一応ね、自分はこんな感じの回路でやってるよっていうことで、まあ、参考程度にね、してください。はい、で、まずね、なんで黒曜石を掘ったらレッドストーンの反応がするかっていうとこなんですけど、これね、実際に俺も知らなくて、リスナーに聞いてね、あ、すごい、そうなんだ、お前天才だな、みたいな感じで言ってたんですけど、ちょっと待ってよ。この上に、まずホッパーを設置するんですよね。間違えた。こんな感じで。で、この上に黒曜石が乗ってるんですよね。あそこ。あそこね、黒曜石掘った後に、たまにこのホッパーのね、真上が見えると思うんですけど、下はね、こんな感じになってます。だから、ここの黒曜石を掘ったら、ホッパーに入って、ホッパーに入って、まあ、最終的にはね、ここのトラップチェストなんですよね、これ。このトラップ付きチェストの中に入ると。で、これね、知らなかったんですけど、このトラップ付きチェストって、このままだったら開いてる時にレッドストーンの反応がするんですよね。この方が見やすいかな。あれ、しない、あ、そんな長くないんか。そんな長くないけど、でもまあ、一応してるんですよね。この開いた時にレッドストーンの反応がしてるんですけど、これをね、このレッドストーン比較装置っていうね、こうなんか三角形みたいなやつあるじゃないですか。これをつけることによって、なんと、なんと、このチェストの中にアイテムが入ってる時に、光るんですよね。レッドストーンの反応がするっていう。だから、この三角形のレッドストーン比較装置っていうやつを、こういう形で、もう本当にこの形でいいんでね。この形でセットして、で、その先にこのレッドストーン反復装置っていうのをつけてください。まあ、仕組みわからなくてもね、もうこの通りに作ってたら、できるみたいなとこあるんでね、言ってしまえばの話だけども、これ。はい。まあ、とりあえずね、この形作ってください。これで、とりあえず黒曜石を掘ったら、下に入っていって、チェストの中に黒曜石が入って、レッドストーンの反応がするっていう形ができました。はい。で、ここからなんですけど、ここに粘着ピストンを設置します。はい。もうホッパーいらないからね。ここに粘着ピストン設置します。はい。今ね、こうバーって上に上がったと思うんですけど、これレッドストーンの反応がしてるから、粘着ピストンが反応して、ガッて上に上がったんですよね。ここが繋がったら、上に上がります。だから、ま、要は、ここの中身がなかったら、ピストン上がらないんですよね。黒曜石が中に入ってる時に、間違えた。あ、実際黒曜石入れるか。はい、黒曜石が入ってる時に、ピストンが上がります。はい、で、次に、この粘着ピストンの上にスライムブロックを設置して、さらにその上に石を設置します。まあ、ここのブロックはね、確か何でもよかったと思うんですけど、スライムブロックはね、確かスライムブロックじゃないとできなかったと思うんでね、これは気をつけてください。はい、で、まあ、ね、ここに、もう一つね、回路みたいなのをね、ちょっと作ったんですけど、ちょっと待ってよ、レバー置きまして、はい、まあ、これね、これは多分みんなね、わかると思うんですけど、このね、レバーを引くことによって、レッドストーンが反応して扉が開くっていう今ね、こういう形になってるんですけど、もともとは、ここね、ないんですよね、ここの、何箇所かが。はい。まあ、これは黒曜石の場所によってね、変わってくるんですけど、まあ、とりあえず、迷子人格が始まったその試合開始の、もう全然黒曜石何も掘ってないっていう時は、こういう形になってるんですよね。はい。で、まあ、こっちにも同じような回路を作りました。回路っていうか、ブロック積んだだけなんですけどね。で、このチェストの中に、黒曜石が入ってる時に、こう、バーって反応していて、ピストンが上に上がりましたと。で、ここのね、レッドストーンだけを、このなんだっけ、反復装置っていうのに変えてください。ここをね、反復装置にすることで、なんかね、レッドストーンのこれは、特性だからね、まあ、よくわかんないんだけど、こう、ブロック一つ挟んでも、レッドストーンが反応するようになってるんですよね。だからここがなかったら、レッドストーン反応しないんですけど、まあ、この上に石があるから、こう、レッドストーンが反応するっていう風になってます。もうこれだけなんですよね、回路としては。これでもう完成なんですよね。言ってしまえば。これだけなんですよね。まあ、わかりやすく言うと、今このね、チェストの中に黒曜石が入っちゃってるんですけど、これを取ったら、ピストンが下に下がって、レッドストーンの反応がここで今止まってる状態なんですよね。だからこの先は反応しないから、こう、ドアが開かないっていう感じになってるんですけど、この中に、バーって上で黒曜石掘って下に入って、このチェストの中に黒曜石が入ったら、ピストンが上に上がって、ブロックがここに追加されて、ガッて繋がるっていう。このガッて繋がってドアが開くっていう。こういう風になってます。はい。例えば黒曜石の数が2つのマップだとしたら、ここにね、全く同じように回路を作っていきます。ピストン置いて、スライムブロック置いて、上に石を置いて、で、ここに
チェストの上にホッパーを置いていきますと。はい、こんな感じですね。例えばこっちの黒曜石だけ掘ってるけど、こっちの黒曜石は掘れてないっていう状態だったら、要はその先のここまではねレッドストーンの反応来てるんですけど、ここで黒曜石が掘れてないからピストンが下に下がっちゃって反応がここで止まっちゃってるんですよね。だからドアが開かないっていう形になってるんですけど、ここも同じように黒曜石をこうツルハシでバッと掘って下に下がっていって、チェストの中に黒曜石が入ったらピストンが上に上がって、あ、ここちょっとねこれに変えとかなくちゃいけないんだけど、まあ、こんな風に繋がるんですよね。はい。まあ、ポイントはね、ここですね。これをね、普通のレッドストーンでやっちゃったり、なんか方向をミスったりするとね、こう、全然つかないんですけど、こっち向きにやるとね、ちゃんとつくようになってるんで、まあ、仕組み全然わかんないっていう人もね、この形、全く同じ形作ったらね、できるんで、ぜひやってみてください。あ、そうだ、あとあれか、黒曜石掘った時に花火が上がる仕組みになってるんですけど、これはね、まあ、どこでもいいんだけど、一応反対側の方にするか。こっちね、まあ、こっちが前だとしたら、その真後ろにまたこの三角形のレッドストーン比較装置を置いて、で分配装置かな、これ分配装置を上向きにセットして、この中に花火入れるだけですね。本当に簡単なんだけど、これはもう分かる人結構多いと思うんですけどね。これ設置して、今これ黒曜石掘られてない状態で、で黒曜石バッて掘ってチェストの中に黒曜石が入ったら、ピストンが上がると同時に花火が上がります。はい、でもあとはね、多分これもう実際の回路をね見ながら解説した方が分かりやすいと思うんで、ここをね見ながらやっていきます。もうこれも本当に形同じなんだけど、ここの鉄ブロックは多分あれかな、花火がちゃんと上に上がるようにっていう感じになってんのかな。もうこれ俺が作ったんじゃないんで分かんないんだけど、まあ一応この形でね、まあ、花火がまっすぐ上がるようにね鉄ブロック置いてください。でここをなんで鉄の柵にしてるかっていうと、サバイバーがね下にガッと落ちちゃわないようにしてるって感じですね。人は通さないんだけど花火はね打ち上げられるんで、ここもね同じ風にしてください。であとはねこんな感じでもうずっとバーって作っていって、これね先に何があるかっていうと、こう最終的にここにたどり着くんですよね。最終的にねこうなってきてここにたどり着きます。まあ、12個の黒曜石全部掘り切ったら、こんな風にゲートのとこまで回路が繋がっていって、扉が開くっていう感じになってますね。ここが扉かな多分。はい、開いてますね、こんな風に。でここがちょっとねややこしいんですけど、扉をねこう下から反応させるっていうのがね、なんか若干ややこしくて、もうこの形全く同じ形で作ってください。なんかねこうレッドストーンの松明ってなんか、もともとレッドストーンの反応がしてるんですけど、その松明にレッドストーンの力をかけたら消えるみたいなんですよね、こんな風に。まあ、その特性を生かして、本当はね、もともと、ここのね、レッドストーンの松明も、レッドストーンの反応が、本当は出てるんだけど、下からね、レッドストーンの力を受けてることによって、レッドストーンの力が、今はこれ、なくなってる状態なんですよね。でも、ここにレッドストーンの反応があることによって、逆に今度は下の反応が消えて、それによって、上の松明がね、もともとの力を、放つっていうか、まあ、とりあえずこいつの力によってドアが開くようになってます。はい、まあ、別にこれね仕組み理解しなくても全く同じ形作ったらね大丈夫なんで、今ちょっとこれね壊しちゃってるんですけど、まあこんな風に繋げていって、最終的にはこうバーってこっちに繋がっていくよっていう感じですね。でこれなんでこっちにも繋がってるのっていうところなんですけど、これは普通にもう反対側のゲートにもね全く同じように繋げてるだけですね。まあここも全く同じ形になってます。で最後にゲートが開いた時に赤色のビーコンがね立つようになってるんですけど、もうそれもほんと簡単で、こう黒曜石掘ってレッドストーンがねバーって来るようになってて、こっちは後ろのゲートが開くとこになってるんですけど、ここからまた繋がっていって、こっちが正面のカーペットがある方のゲートに繋がってると。で、そこのラインからこうやって引いてきて、まあ大体ここら辺がいいかなっていうところに、こう引っ張ってきて、その先に粘着ピストンをね、つけてます。これ多分ね、普通のピストンでも別にいいんですけどね。バーって引っ張ってきたら、ここのピストンによって、このダイヤモンドのね、ブロックがこう、前にガッて押されるようになってるんですよね。ダイヤモンドのブロックがピストンによって押し出されて、この正方形ができることによって、ビーコンがね、反応するっていう仕組みになってます。はい。もともと普通のビーコンなんですけど、色付きガラスをね、途中にかませることによって、ビーコンのね、色が変わるんで、この色を見たら、あ、ゲート開いたから逃げないとみたいな感じのその目印になるっていう感じですね。はい。で、牢屋のビーコンもね、全く同じような仕組みになってて、ここの感圧板を踏んだら、ピストンが押し出されて、ダイヤモンドの正方形ができて、ビーコンが立つっていう感じですね。はい。もう本当に簡単ですね、ここは。まあ、仕組みわからないって人はね、感圧板を置いて、ピストン横向きに設置して、その先にダイヤモンドのブロック置いてください。で、正方形ができることによって、
ビーコンの反応がねつくようになってるんで、よいしょ、こんな感じですね。踏んだらビーコンが反応するという風になってます。で、3回死んだ時は黄色のレバーにしてるんで、あ、黄色のレバーじゃないわ、黄色のビーコンになるようになってるんでね、ビーコンの上に黄色のガラス設置して黄色にしてます。こういう動画撮ったことなかったから、なんか説明が結構分かりにくかったかもしれないんですけどね。まあレッドストーンの回路はこんな感じになってます。はい。で、このゲームね、遊ぶ時の注意点なんですけど、アドベンチャーモードでやってください。これなんでアドベンチャーモードにしてるかっていうと、例えばこれ今ね、サバイバルモードでやってるんですけど、サバイバルだともう普通に、素手で何でも掘れちゃうんですよね。別に壁とかだったらいいんですけど、こうなんか土とかもね、全然掘れちゃうんですよね、こんな風に。まあ、下に落ちたらね、戻ってこれなくなっちゃうんで、アドベンチャーモードでやってください。ちなみにこのね、壁も全部ね、これ実は砂になってるんですよ。一応これですね、灰色のコンクリートの粉っていうやつ使ってるんですけど、で、これ砂にしとくことで、普通のアドベンチャーモードだと素手じゃ壁を掘ることができないっていう風になってます。壁を砂系のブロックにすることで、この普通の壁は面足じゃ掘れないんですけど、このコンクリートだとね、自分で掘ることができるんで、ここからちょっと逃げたいなっていう時はね、こんな風に掘って逃げることができるっていう感じになってます。はい、てな感じでマイクラ版の第五人格の解説でした。まあ、よかったらね、みんなも参考にして実際に遊んでみてください。で、もしなんかわかんないこととかあったら動画のコメントに書いてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。プリッツでした。バイバイ。